こはあのいつも俺の言っているアイスクリーム屋です。金城屋のアイスクリーム屋、金城屋といっても大変なんだよこれ。よし、こんにちは。いらっしゃいませ。ここの店長さんはね、ほらテレビチャンピオンで優勝した腕前を持っている店長です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。でね、うちの子たちが試合で優勝すると店長がね、いつもご馳走してくれるんですよ。どんな大会でも優勝しても、仮にちっちゃな大会、市の大会でも全国の大会でも優勝したら一つご馳走してくれます。僕はご馳走してもらってませんけどね僕は自腹です。ありがとうございます。じゃあ今日何しようかな。時期的に、時期的にさっぱりみかんのシャーベット。ああ、みかんでいくかね。時期的に、はい、うまいんですよ。はい、もうみかんそのまま絞ったままのシャーベットです。こうね、茅ヶ崎一人気のあるアイスクリーム屋なんですよ。イコール茅ヶ崎一儲かってるというアイスクリーム屋であるわけですよ、ね、ありがとうございます、はい、もう瀬戸さんのおかげでございます。いや、最近俺がもうね、仕事なくて大変なんだけど、プロレスの仕事がなくてさ、最近なんか商売上がってるね。俺もこれだけは商売ガンガンすごいだね。いやいやいや、さあ、はい、女性スタッフ今日一人だけだけど、いつもここにずらーっているからみんな店長の好みだから、店長が揃えてるからアイスと女性社員は店長が揃えてるから止まらないよね。お願いしますこれで、これで、はい、これでこれを焼いてます、はい、この機械で。ちょっと開けてみて、それ。これで今ちょうど今焼いてるところです。ほら、こうやって焼けるんです。ほら焼けるんです。はい、完成です。はい、完成です。どうぞ。はい、完成です。これ可愛いお姉さんが作ってくれます。お姉さんが作ってもらった時は当たりです。店長が作ってもらった時は外れです。申し訳ない、はい。カラフルなコーンもやってるので見栄えが美味しそうなので、はい。で、ここは湘南ならではのサービスなんです。あるものを持ってくるとトッピングがつくんだよね。つきますね。これはですね、あるものというとこれです。これ何か分かりますか？何でしたっけ。浜辺に打ち上げられているビーチグラス、はい、ビーチグラスです、はい、グラスがね、皆さん陶器したグラスがこうコロ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 あって、まあ、こういうふうに、まあ、綺麗になっているのかな、こう削れてうまい具合にこういう形になったというガラスのままですけどね、要するに。これを持ってくるとなんとなんと、はい、これがつきます。アイスの上から、はい、チョコをかけてもらいます。皆さん来るときは海岸に行ってこれを拾ってここに来て食べて帰りましょう。お願いします。サービスくるっていうのはね、テレビやってる、ま、いやいやいや、ま、あの時期もんだから、テレビも今あのウィンターだからわかる。ここら辺はあんまり春夏になるとまたテレビやり始めるから、江ノ島茅ヶ崎とかしてる。そうそう、必ずやるよ。もう毎年やってるから。うめっ、うまいよ。マイナス20度の大理石のところでアイスクリームを置いてサカ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 ってやってもらって、これもまた子供たちに大人気。ちょっと作ってます、うん、作っていこう。作ってください。はい、この冷え溶けないので大理石も乗せます。ティラミスのアイスですね。チョココーティングしたビスケットとかその場で砕いて。これね、みんな好きなんですよ、子供はね。こういうのを混ぜます。マイスだけでもいいんですけど、こういう食感があった方が美味しいんじゃないかな。マシュマロも結構人気あるんでね。マシュマロ人気です。はい、出来上がりです。
フレンチーズアイスです。フレンチーズアイスです。はい、じゃあ私これお願いします。取った時にもらっちゃいましょう。どうぞ。申し訳ないね、今日は。食べますか。おいしいよ。どうぞ。おいしいね、やっぱね。また来てね。今度ビーチグラス取って、ちゃんと。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね。つける。あ、払ってないの。はい。やっぱ小川さんには日頃から本当お世話になってまして、まあ道場のやっぱり子供たちがまあ優勝すると、まあうちでこうサービスしてるんですけども、やっぱりこう地域で生徒を育てなきゃいけないっていう部分もありまして、もう本当にこのお店がお客さんの子供たちのオアシスになればいいかなという思いでやってますので、もうつけ OK です。そう、一般のお客さんはちょっと申し訳ないですけど、小川さん特別で、はい、いつもよくしてもらってます。ありがとうございます。当店では、まあ朝全部アイスクリーム作りまして、手作りでやっております。でコーンもお店で一個一個手焼きで焼いてます。そしてこのマイナス20度の大理石の上でお菓子とかフルーツと混ぜたりっていうのが一番おすすめしてます。あと、まあ、お店に来られない方も全国発送で地方あちこちに北海道から沖縄までお送りできますので、ぜひよろしくお願いいたします。